島津の執念、誠にあっぱれ。じゃが、無駄に命を捨てるつもりか。ならば、この博打、降りるとするか。叔父上、命捨てる戦はここではないよ、豊久。見たか、義継。あれは力に任せた脅しだ。秀吉の物量で押すやり方では人心はつかめない。秀吉様はある時を境に覚悟された。天下統一のためなら脅しも辞さずだ。だが秀吉亡き後、豊臣の崩壊は目に見えている。義継、そこにいて本当に夢は果たせるのか。長政様と追った夢を。ああ、この陣営にはあの方によく似た男がいる。周りにどう思われようと、どんな逆境にあろうと、己の夢のため突き進む男がな。俺は徳川で、お前は豊臣で、それぞれの夢の続きを追うのだな。ならばいつかまた俺たちは戦うことになるかもしれん。二度目の別れか。俺が勝ったらせめて墓ぐらいは作ってやる。九州の戦後処理がようやく終わった。立花には柳川城、小早川高景には筑前筑後など、官兵衛軍師殿は武前、そして佐々成政には肥後。ここだけの話だが、成政には肥後は収めきれまい。成政が失敗した暁にはお前が肥後の国主となろう。お前はそんなに俺と離れたいのか。そんなつもりはない。俺はただ、いつなり、これだけは覚えておけ。俺は豊臣の家を守るためならば何でもする。仮に庇護に遠ざけられても、お前がヘマをしたらすぐに駆けつけるからな。